追いかけて、おお、はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。現在ね、今作のボット打ちをしているとこなんですけども、今作のボット打ち、なぜか、8体までしかボットをね入れられなくてですね、かなりボット効率、ボット打ちの効率が悪いです。まあ、いつもねこうウォーミングアップがてら、まあ、数十体は打ってるんだけど、まあ普段の今までの作品だったら数百体打ってる時間でも、もう数十体ぐらいしかね打てませんね、これね。これね、ちょっとなんかアップデートでボットの人数増やしてほしいですよね。で、動画の前にちょっとね、質問返しというか、したいと思います。まあ、今作のちょっとテクニック関連と設定に関しての質問ですね。テクニック関連で、こう、ジャンプ打ちとスライディング打ち、どっちが今作は強いですかっていう質問なんですけど、今作のスライディング、ベータの時からかなり弱体化されました。まあなんか、こう、スライディングキャンセルした時、こうやって、これね、スライディングした後、しゃがみボタンを2回押ししてるんですけど、まあこれでスライディングキャンセルができるんですが、モダンオフェアのようには、こう、いかない。ちょっとね、打ち出しが、スライディングキャンセルしてからのね、打ち出しが遅くなります、かなり。なので、基本的には、打ち合いの時に、スライディングを出さない方がいい。けども、まあ、これも 100% そうとは言い切れないんだけど、まあ、シチュエーションによって、状況によって変わっていくので、なんとも言えませんが、まあ、基本的にはしっかりとスライディングして飛び出すんじゃなくて、結構しっかりね、こう、構える。昔ながらの COD のスタイルで、立ち回った方がいいです。まあ、ここはね、まあ、上級者になってくると、やっぱスライディングがちょっとどうしてもこう混ぜていくんだけども、COD の前作と前々作、モダンオフェアとブラックオプス4だね。その作品はもうスライディングがものすごく強くて、打ち合いの時は絶対にもうスライディングしないといけないぐらい、スライディングが強かったんだけど、今作はそんなこともないかなという。まあ、基本的にはしっかり覗いてくださいって感じですね。で、ジャンプ打ち。ジャンプ打ちに関しては、こう打ち合いの最中のジャンプ打ち、こういう、もう ADS して、打ってる時のジャンプ打ちっていうのは全然強いんですけど、この飛び出した時のジャンプですね。こうやってピョンって。わかりますかね、これ。ほら。ちょっと硬直するんですよね、着地の時に。モダンオフェアの時はもう、さらにピョンピョンって跳ねられたんだけど、ちょっとね、硬直してしまうので、あんまり強くないかな。まあ、敵が例えば複数にいる場合、こうジャンプして1キルして、さあもう1キルっていう時に、そういうシチュエーションの時はジャンプをしない方がいい。2人目絶対処理できないと思うので、なかなか。いやーしかしね、やっぱ今作は今のところ前回動画で出したこのファマス、かなり、AR の中では安定かな。e スポーツルールだと多分おそらくこれが流行りそうな気がします。というかまあ現状、海外プロたちはもう、サーチの大会とか、どんどんやり始めてるんですけど、だいたいね、このファマスか、あと MP5 かな、あと 74U とかもチラチラいるかなといった感じですね。で、設定の質問なんですけど、感度と、フォブチ、視野角の話ですね。感度は僕66でプレイしてて、最小入力値、デッドゾーンですね。デッドゾーン0ですね。左右ともに0。で、最大入力値だっけ？あれは99のままにしてます。まあ、ここはね、そう、設定はね、もう本当に、これがおすすめってのはあんまりなくて、本当に人それぞれなんですよ。もう人によって全く感覚は違うので、本当、これはね、何回も試して自分で合う感度とかを見つけていかないといけません。もうこれはね、うまい上級者でも悩む問題ですからね。ほんと、一生悩みます。感度とかね、上級者でも、いつになっても一生悩む問題だと思います。そして、フォブチ、視野角ですね。こちらもおすすめはありません。これもね、ほんと人それぞれによります。モニターの大きさもほんとみんな違うと思うので、まあ、テレビの大きい画面でやってる人もいれば、モニター24インチでやってる人もいるし、で、僕の場合27インチのモニターでプレイしてるので、ちょっと大きめなんですよね。だから、フォブがちょっと大きめでも問題ないんですよ。
だから104で今はプレイしてます。だけどまあ24インチであればまあ、どうだろう、ボブ90とかが多いんですかね。本当ね、これはね、自分が一番プレイしやすい、広さをね、見つけるのがいいと思います。というような感じですね。まあ、本当今作はね、テクニック関連はかなり少なめだと思います。モダンオフェアとかね、いろいろジャンプ飛び出し打ちとか、スライディングキャンセルとかたくさんあったんですけど、今作はね、そんなにないので、まあ、本当初心者もそんな覚えることが少なくて、プレイしやすいとは思います。てな感じで動画の方に行ってみましょう。皆さんよかったらチャンネル登録と高評価めちゃくちゃモチベになるので、よろしくお願いします。今回のカスタム構成はこのような形になってます。パークをね、6個付けして、で、アタッチメントは、マズルは下から2番目のソーコムちゃんと、バレルは一番下ですね。タスクフォース。そしてアンダーバレルは下から2番目のフィールドアジェントグリップ。で、マガジンは上から3番目の、弾数と、リロード速度が上がるやつをつけたんだけど、正直これ、覗き込み速度落ちるので、まあ、SMG だったらちょっと覗き込み速度は落としたくないから、そうだな、ちょっと、どれにしましょうかね。なんかま、この辺か、こっちとかにした方がいいかな。そしてストックは下から2番目のものをつけてるんだけど、個人的には一番下のをつけたいところですね。まだ解除できてないけど。さあ、やっていきたいと思います。まずセンター取って、正面来てるかな ?OK? あ、これ味方だった。ごめんね。2回いるかな?足音すごいする。これセンターいるんじゃない?センターいるな。2階は投げ物誰も、あ、いたいたいた、1人いる。ちょっと1回この建物取っちゃおう。で、リスポーン変わったので、待って、足音するな。外周来ると思う。降りない。スタン来ましたね。OK? まあ、回復して。で、裏取っちゃおう。ああ、そっか。うわ、2人もいたか、あそこ。まあまあまあ、次のリスは取れてるので、このまま行っちゃおう。よし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 。いいんじゃない?トロフィーはまだ溜まってないか。あ、このね、立てるかな?ここ。あ、ここですね。ここの頭足めちゃくちゃ強いのでおすすめです。手すりの上に乗るんだけど。まあ、もしくはこっちでもいいけど、こっちの方がエリア乗れるかな?OK? うわー、厳しい3枚がかりはちょっと弾が当たらなかったな。くっつけ!頼む。トロフィー壊されちゃった。まずセンターやりましょうか。うわぁ。敵も強いな、これ。ガンガン押してきてる。ん?角にいる。あ、危ない。お、アーマー出たね。あ、センターの真上にいるんだ。アーマー着ていきましょう。モダンオフェア。モダンオフェアじゃない。ウォーゾーンのね。あれですね。着方と一緒だね。オッケー。これで打ち合いが、ちょっとは、おっと ?OK? もうアーマーなくなった?ちょこっとある。壊れたかな?これでアーマーは。で、これは、ちょっと大回りしましょう。椅子取れるかな?足をつる。いや、バレてるか?くぅ、厳しい。さあ、ちょっとこの下を通りつつ、うん。登って、頭なし見てるだろうな。いやー、厳しい戦いが続くな、これは。よいしょ。その頭なしもいるっぽい。OKOKOK。味方が削ってくれてたので、なんとか倒せたけど、次、ローテセンターだね。でも、正直敵、今の敵側のリス欲しいので、わー、詰めてくるか、それ。うんうん。リスポーン変えたかったけどな。なかなかに厳しい。赤点多かったね、今。いやー、マジ?
センター押してたけど。なるほど。よしよし、下優先的にやろう。うわー、倒せないか。厳しいね。ナイスキル。これは2階かな。あ、降りてきて降りて、2人も降りてきてる。これは、おーっと、味方の四方ダブルキル。上取って、絶対こっち来てるでしょ。敵のヘリ出てきちゃったか。 OK。 お風呂か、お風呂か、お風呂が沸きました。やばいやばいやばい、トロフィー痛いって。絶対センター来ると思うんだけど、右も来そうだね。どっちも来そう。あれは一旦スルーしておいて。いやー厳しい。3枚来たか、一気に。おー、一気に来た、一気に来た。あ、これ敵の空爆じゃない。うわ、ナパームか。よし、ナイス削り、ナイス削り。次のエリアどこかな。ナイス削り。わーお。くぅ、リスポーン変わらないか。ここでフラグを投げつつの、セムってぶち入れて、一枚削って、フィールドマイク壊して。惜しい。おお、やれたわ。惜しくない。全然惜しくない。で、お薬、ブッシュ。決めウォーゾーン。決めウォーゾーンじゃない。決めウォーマシーン。待って、こっちいそう。大丈夫、大丈夫、大丈夫。おっと、これは一気に来るんじゃないか。地下大丈夫かな。オッケー。え、死なないの。うわ、うっそ。あれ死なないのか。フラジャケつけてなかったけどな。で、ここでフラグ、はい。で、上取ろうかな。いや、敵が全部下だから、下、こっちも下狙おう。足をする。一枚削って。こっちだよ。残念。登りつつ、1枚、2枚、3枚。ヘリ出たね。OK! ヘリ出して。アーマーぶち入れたかったけど。ヘリで出せたかな。OK、OK。で、アーマー着ていこう。よいしょ。本当にウォーゾーンと一緒で面白いな、これ。さあ、まず次はセンターを。よーし、OK いいね。止まらんで。止まらんで。うわー、きっつい。ひぃ。敵の攻撃ヘリも出てきたね。厳しいね。OK、カズレ寄せ。こっちもヘリ出てるからな。OK。ふぅ。さあ、ローテーション。うわ、なんだ？え？攻撃ヘリ。こっちが、あ、ナイス、落としてくれんな。さあ、助かる。こっちが、屋根の下にいても、殺されたね、今。前押ししよう。前押しして、敵の前線を下げていく。足をするね。リス変わったかな？いや、そんなことはない？地下は多分来ないと思うから。今の負けるのか。下にフラグ入れとこう。飛んでくれないか。センターも来てるな。OK。で、スティムってリロードしてるところをやると。で、ここは、まっすぐ進んで、センター下やって、で、上だな。うわー、今の勝ちたかったな。なかなか、GG な試合。敵のヘリまた出てきましたね。で、あらかじめエリアにフラグ入れといて、
よいしょ。上の人、かばしちゃおう。追いかけて、おお！アーマーキオ、アーマーキオ。リスクあったな。ちょっとごめん、詰めすぎたけど、これウォーマシン。敵降りてこないな。エリア入ってきたらウォーマシン撃とう。したい、これ勝ちたい。次のエリアどこだ。あ、そこか、手前だ。いや、地下来たか。頼む味方、押さえてくれ。おぉよー、来たやばい、この試合はやばい。勝てた、久しぶりに勝った。疲れた。なんて試合だ。何連続キルしたかな？どうだろう？連続キル、まあ、途中からだったら20連続はいってないかな？おそらく。スコア、17000。ダメージ、9225。いやー、勝てました。めちゃくちゃきつかったけど。はい、というわけでお疲れ様でした。ナイスファイトと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。お疲れ様です。環境紹介動画とかも、上げてるので、動画のエンディングからぜひチェックお願いします。お疲れ様です。